はい、こんにちは、山城と申します。さあ今日はね、どこに来てるかというと、三重県四日市市の本町、まあいつものごとく JR 四日市の駅前でございます。なんか久しぶりにこの静かな状態でお届けをしてますね。このカメラでっていうのも久しぶりですけどね。本格的にちゃんと撮るので使ったのは、あの時以来か、福知山には行ってるんやけど、京都丹後鉄道、ターミナル駅完全制覇の旅以来なんですよね。試運転はしてるんで、多分大丈夫だと思うんですけど、久しぶりにね、今日はここからね、JR 四日市駅ってことで、旅に出ようやないかと。でも、まあ、あれですけどね、日帰りの簡単な旅行ではございまして、やっていこうと思います。でね、いやこのね、季節も、今日が、9月の25日ということでね、朝の5時40分、まあまあいい時間でございます。ということでね、今日も朝から回っていく日帰り、弾丸日帰りです。まあ弾丸ですよ。またいつものことくね、やっていくわけでございますけどね、企画名だけね、先にね、どんどん出しちゃいましょう。まあ、というか、もう今回は多分隠さずにやってると思いますんでね。今回の企画名は、スターステールプレゼンツ。伊勢湾一周旅行の旅ってことでですね。特に来てるよね。あとあと、うちのタイトルってよくあると思いますけど、あとあと思いついたのをね、あ、こっちのがいいやって言って、本ちゃんはね、ちょっとタイトルが変わってたりすることがあります。本当のやつこれねって後で言っときますけどね。そんなようなね、ことが多いんですけど、今のところ決まってるのは伊勢湾を一周する旅をしましょうということでございます。どういうことかというと、まあ、ちょうどね、伊勢湾ってこう取り囲んでぐるーっとね、いろいろと、街があるわけでございます。これをですね、ぐるっと回って、旅をしようじゃないかということでございます。まあそうすると、ね、いろいろと閉会があるはずやないかとね、伊勢湾、回るって言ったって、湾なんでね、繋がってないんで、そこどうするのかって言ったらね、まあそのあたりはね、まあまあ、もうぶっちゃけて言うとフェリーを使う予定でございますけど、そういうような感じでね、伊勢湾フェリーと、あれですね、青春18切符じゃなくて、青空フリーバス、あの辺りを駆使して、伊勢湾ぐるっと回っていくようなね、プランをね、考えてますんでね、そんな感じでやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、早速ね、JR 四日市駅の方にね、行ってみましょう。何だかんやで、時間になってますからね。今5時46分。そう、6時1分発の、予定としてはね、6時1分に発の、伊勢鉄道の始発ですね。あれで通まで出て、また通から、鳥羽方面向けしていくんですけど、先にですね、ですね、なんだったっけな、田町、っていう駅に寄っていこうと思います。どこなんやってね、思いの方も多いと思うんですけど、どっちかっていうとね、今回の発端は、ここに行きたいなっていうのが発端なんですよね。滝駅から鳥羽方面に、1駅かな、2駅かな、行ったところにある駅というところなんですけど、なんかね、ここの駅舎が、なかなか大正時代の駅舎を使ってて、なんかレトロだよっていうことなんですけど、なんとそのでね、ちょっと見に行きたいなと思ってたら、なんとその駅舎が、もう取り壊しがされることが決定されちゃったらしくて、もうね、本当に今しか見れないらしいんで、じゃあせっかくだからね、うちの企画でもね、押さえておこうかなということでございます。まあうちのところだとね、亀崎駅っていうね、ところとか行ってきましたけど、あ、それは四日市駅ね、こんな感じで新しくなりましたからね、あの駅名標がね、あの JR らしくなったのか、建物はね、変わらずなんですけどね。そう、で、ことで、どこだっけ、滝の一つ横、あ、じゃない、田丸だ、これだ、滝の、外北だったっけ、横のこの宮川の間な、田丸ってところで行きたいと思います。これだけ4000円の終焉買いまして、ここから先また鳥羽まで行って、で、そこからいろいろと使ってぐるっと持ってこようという、やつなんでね、まずはね、そうするとやはり、いらっしゃいませ、お求めの切符の種類をお選びください。の、お得な切符を買いましょう。得なね、得な方がいい、これですね、アンソラフリーバス、よいしょ。
本日分青空富士一発でお届け1名これですね。はい、どうぞ。59分発の、なんだっけ、神山行きのやつでも、一緒の電車の乗り換えになるんで、結局、つけるみたいなんですけどね、多分乗り換えのテーマはこっちの方のが楽なんじゃないかな、普通の方がね。亀山だとどうだろう、多分古戦橋を渡ってぐるっと行かないといけないですからね、その分大変なはずなんでね、はい、伊勢鉄道行きましょう。せっかく伊勢鉄道乗れるんですからね、青空フリーパスや伊勢鉄道乗るのは違法行為じゃなくて裏技なだけですからね。青春18切符ってダメですけどね。あとはね、このカメラが大丈夫かどうかなんですよね、心配なのは。ってのは、一応試運転はしたって言っても、車の中でね、試しにぐるぐる回しとったね。まあ一応、5、6時間回して問題がない感じなんで大丈夫かなと思うんですけど、何か特段修理に出したとか、そういうわけじゃないんですよね、今回。適当に叩いてたら、なんかカチッととかして、直ったんで、あ、まあいけるかなっていう。すっげえ昭和の直し方をね、未だにやってるんでね。よいしょ。さあ、飲みも買っとくよ。素敵な音が聞こえたけど。あ、そっか。あれか、この今から乗る始発のやつっていうのは、どこだったっけ？河原田始発だっけ？玉木始発だったっけな、のやつなんですよね。そっか。が始発で四日市まで折り返してきて、こっちに始発列車になるっていう運用だったのかな。いいですね。もう6時前だとちょっと薄もやぐらいの感じですもんね。あちなみにこんな感じでね、切り欠きの一面三星なんで、真横からこんな感じで入ってくる形になりますね。でもそっか、この前亀山始発のやつ乗ったんで、あ、いや、この始発のやつは乗ったことあるんで、亀山から乗り換えを試してみるっていうのも手だけど、いやだ、もうクロスシートやからな、向こうロングシートやから、こっちクロスシートで長い方のがいいや。よし、さあ、梅雨気に変わったし大丈夫ですよ。よいしょ。よし、大丈夫そうやな。鉄道で、とりあえず通まで向かいます。向かうのは、田町何だっけ、ですかね。とりあえず乗っていきましょう。一応乗り迷いですね。よいしょ。あ、おはようございます。あ、お願いします。